こんにちは池坊のりおです前回は角度計算の方法を説明しました今回はそれをどのように応用するのか階段の拾い出しで説明したいと思います階段の拾い出しをする場合まず計算の角度をメモリーします次に段を割る寸法もメモリーしておきましょう 階段の角度の出し方は、気上げ割る踏み面です。気上げが高さ、踏み面が底辺の直角三角形の計算になります。斜円は段を割る寸法になります。階段の角度が出たら、九十度から階段の角度を引きます。引いた寸法が計算の角度になります。 角度の出し方角度の計算方法メモリ方法は前回 YouTube で説明したのでそちらをご覧くださいメモリーできたら早速折れ点の計算に入ります折れ点から垂直に線を伸ばしスロープ圧を底辺とした直角三角形の斜辺を求めます この斜辺を求めて踊り場のコンクリ圧を引くとちっちゃな三角形の高さが分かりますねこのちっちゃい直角三角形の底辺を求めれば折れ点が分かります斜辺から踊り場のコンクリ圧を引いてこのちょ小さな直角三角形の高さが分かるので この高さから底辺を求めれるので、えー、折れ点がわかります。こういう計算になりますね。底辺が分かったらこの通り心から、えー、最初の最上段ですね最上段から。 これ最上段が1095なんですけどこの最上段の寸法からさらに、えー、踏み面の240プラス転びの20を入れて引きますそれからこの底辺を引くとこの折れ点になるということですね。 折れ点の寸法が8 8になりますこれが折れ点の出し方です上の折れ点が分かれば下の折れ点は簡単に分かります踊り場のスラブ下から下のスラブのスラブ下までの高さを計算して直角三角形を作り底辺を求めれば 下の折れ点の寸法もわかりますね。通り芯から。千四百十九点、七九一九二七ですね。次に、十二ミリ下がったところの折れ点なんですけど。えー、ベニヤの下端ですね。先ほどの計算と同じ。スロープのベニヤ圧を底辺にした直角三角形の斜辺を求めて。 踊り場のベニアーツを引いた残りがこの小さな直角三角形の高さになりそ,その底辺を求めれば、えー、これ4ですね4ミリバックすると、えー、1 2ミリ下がったところの0点になります次にスロープの長さなんですけど 先ほど下の折り手を求める時に作ったこの直角三角形青い直角三角形の斜辺がスロープの長さになります次に段を割る寸法なんですけれど段、えー、を割る寸法は、えー、これはスロープの長さですね段、えー、を割る寸法は先ほどメモリーした寸法を倍々していけばいいんですけれど。 電卓の押し方は僕はビューにメモリしたんで αB=+αB でイコールを押していくと倍々の寸法が出てきます。最上段まで行くと次にマイナ −αB でイコールを押し続けるとマイナスされていきます。 次に3儀の長さの計算なんですけど、先ほどえスロープの長さを出したこの高さですね。1528から15ミリ下がった高さの斜辺を求めたら、それが3儀の長さになります。2383ですね。3儀の下はベニアの上に乗るので、上の 1 5ミリだけを引いた高さの斜辺を求めれば3ギの長さになります3ギのカットは、えー、上のカットは60を底辺にした直角三角形の高さを求めて、えー、結べばカットできます下のカットは、えー、60を高さにして底辺を求めれば下のカットになります 下はカットしなくてもこの、えー、底辺の寸法を、えー、引けば3弦の長さから引けば下はまっすぐでもいいわけですよね次はですね、えー、今現在やってる階段の図面から、えー、段に立ち上がりのついた、えー、階段の 広い方作り方を説明したいと思います。毛上げが178.75で海面が240これで角度を出してください。立ち上がりは毛上げから直で95です。転びが30で段から段までが1680の階段ですね。 踊り場から上上だけがが立ちりりになってます踊り場から下は両方壁なんでね、えー、踊り場から上だけの、えー、階段です階段の作り方です実際に作ってるとこを写真に撮ってきたんでそれで説明したいと思います まず大体の幅のベニヤを持ってきて、えー、僕これ250のベニヤ持ってきたんですけど、えー、適当なところで今1本ラインを引きます。これ300で取ったと思うんですけどそのラインから、えー、250を底辺とした直角三角形の高さを計算してこの斜めのラインを引きます。 高さを計算したときは、えー、斜辺も出しておいてくださいね。斜辺を出して確認して、それから隅を打ってください。それから上から95、立ち上がりの95を取って、それから、えー、え、木上げ178.75。まあ190でもいいですけど、179でもいいですけどね。それからですね、えー 95と178.75を足した寸法を高さにした斜辺を求めますその斜辺を求めて寸法を取って、まあ、底辺も一応あの確認で計算出しといてくださいそれであってればえー、墨を打つと直角三角形えー 十字が出ますよね。ここ九十度になります。それで、えー、十字が出たんで、転びの三十をつけて、えー、これ十六段目のポイントですね。これが下のポイントで。 えー、転び30を入れたポイントになりますねそれから、えー、次が上のポイントになりますこのポイントからですね1680を底辺にした斜辺の長さを計算してそれから下のポイントに向けて取るわけです 次に下のポイントなんですけど、下のポイントはですね、えー、先ほどの1680の斜辺を出して、そのまま、えー、ベニヤの上面からとってもいいわけですね。ベニヤの上面と下面からとってもいいんですけど、僕一回水平出してるんですけど、えー、これからさっきと同じように250の高さを出して、えー 斜めに1本こう隅を出してます、ねまあそれでもいいんですけどそれでまた先ほどと一緒のように十字を出してそれから、えー、距離をとってポイントを確かめてこれ90度ですねそれでもいいわけですけどこれでまあ作れますね。距離を確かめたら段を割っていくだけです。 これれで作れますね次は立ち上がりの外枠なんですけど、えー、これが上の0点でこれがスラブの0点立ち上がりの高さが265、えー、上の0点から下の0点を引くとこの318っていうのが分かるのでこの小さな直角三角形の高さを求めれば。 えー、そこのスロープまでの高さが分かりますね。立ち上がりの天馬からスロープまでの高さが、えー、265を足す、えー、236.8ですね。ちょっとうまく書けないんですけど。すいません。えー、236.8。ちょっと汚いですけど。 それを足すと、五百一点八になります。それがここの直線の長さになります。この長さが分かると、えー、直角三角形の底辺を出せば。スロープの立ち上がりの高さが分かりますね。四百二なんですけど。こういうふうに作っていきます。 次にスロープの、えー、下の方の、えー、踊り場の方の立ち上がりですねそこの計算なんですけどやっぱりこれ立ち上がりの天場の折れ点と下の折れ点で計算していきます上の折れ点から下の折れ点を引くとこれ264ですね立ち上がりの高さが305になります この2つを斜辺にして直角三角形を作って計算していきますまず264の方ですけど264を斜辺にして高さと底辺を求めますエベニヤの角から212それから157を取って。 264を確認して間違えなければここの部分をカットですね。それから305の方も305を斜辺にして高さと底辺を求めて305を確認してこの部分をカットです。 これをカットすると、えー、かねてが出来上がりますね、直角が。最後に斜めの距離なんですけど、えー、折れ点から折れ点でこの水平が分かりますね。水平がわかるとこの直角三角形の斜辺を出せばこの長さが分かります。下も同じです。えー、折れ点から折れ点の水平を出して斜辺を求めれば長さが分かります。 以上になりま,すまあいずれにせよ直角三角形を作って計算していくのが基本です。今回はこの辺でイケボーの理由でした。